公共曲第8番と頂上作品88はチェコの作曲家アントニンド・ドヴォルザークが作曲した公共曲。古くは出版順により第4番と呼ばれていた。第7番以前の公共曲にはブラームスの影響が強く見られ、また第9番新世界よりではアメリカ滞在の間に聴いた音楽から大きく影響を受けているため、この公共曲第8番は チェコの作曲家、ドボルザークの最も重要な作品として位置づけることができる。ボヘミア的な、のどかで明るい田園的な印象が特徴的で、知名度の点では、第9番には及ばないものの、第7番などと同様に人気のある公共曲である。なお、第1楽章の展開部の入り、再現部の入りの処理、第4楽章が変装曲であること、主張が、 平行調の関係にあることなど、形式面で、ブラームスの公共曲第4番との共通性が見られるのは興味深い。1889年の8月から11月にかけて、ボヘミアのビソカにて作曲され、1890年、プラハにて作曲者の指揮で初演された。ドボルザークは、すべての作品を、ジムロック社から出版する契約を結んでいたが、ジムロック社は、 低い作曲量を上げようとせず、また商品ばかり要求し、公共的変奏曲や弦楽五重奏曲、第2番、公共曲第5番などでは、彼の意向を無視した作品番号を勝手に付与していたため、ドボルザークは契約を一方的に破棄して、イギリス、ロンドンのノベロ社からこの作品を出版した。そのため、かつては、イギリスという愛称で呼ばれることもあったが、 音楽の内容はイギリスというよりもむしろチェコであり、最近ではイギリスと呼ばれることはほとんどなくなった。都庁長、自由なそなた形式。都単調による助走で開始される。この都単調の助走はこの後も二度にわたって再現されるため、第一主題の一部という解釈も存在するが、学奏が完全に独立していることと調整が違うことから助走と見るのが一般的である。 ティンパニの連打が盛り上がり、フルートに導かれて明るい第一主題が、都庁長で現れる。第二主題は、露単調で木管に現れる。焼結尾主題も、力強く明るい。第七公共曲同様、この定示部にも、反復の指定はない。再び都単調の助走が現れ、展開部に入る。第一主題を中心に劇的に展開され、クライマックスを形成していく。 その頂点で助走が回帰し再現部へ入る。第一主題は、定時部と同じように木管に現れるがほとんど発展せずに、第二主題部へ移行し、焼結尾も型通りに再現される。そのまま劇的なコーダーへなだれ込み、テンションを維持したまま曲を閉じる。破綻調、自由な三部形式。中間部は蝶々に展示、フルートとオーボエのソロの後に、バイオリンのソロが現れる。 コーダで中間部が改装される。ところどころ激しく感情的な部分があるが、最後は波長長で静かに終わる。ドボルザークらしい独創性に富んだ楽章。トタン長、三部形式。全曲中最も有名。三拍子の部曲でスケルツォではなくワルツ風である。中間部の旋律は過激、頑固な連中から取られたものであり。 都庁長4拍子となる力強いコーダもまた同じ、素材をとにしている。都庁長、自由な変装曲。全体は、主題と18の変装からなるが、ブラームスの公共曲第4番の修学賞を参考にしたらしく、全体は、そなた形式風のものにまとめられている。トランペットによるファンファーレの導入の後、ティンパニのソロがあり、チェロによって主題が、 静かにゆっくりと提示される。ゆっくりのままで何度か変装された後、次は力強く早く変装される。ここではホルンのトリルが特徴的である。第4変装が終わり、短い計画の後、第2主題に相当する破綻調の第5変装が始まる。しばらくはこの主題をもとに激しく展開し、短い展開部を経て、 導入のファンファーレが戻ると再現部に相当する部分に入る。定時部の主題と同じく穏やかな気分で変装が行われ、しばらくして休符があると輝かしいコーダに入る。約35から40分。ドボルザークの公共局では、やや短めである。第1楽章、9.5から11.5分。第2楽章、10から12.5分。第3楽章。 5.5から7分、第4楽章。8.5から11分、新潟大学。准教授の宇野哲之は、第4楽章は、ボヘミア独立の英雄を描いており、シェロでそうされる。第1主題が、英雄の勇気と慈悲を表すテーマ。第2主題は、メフテルの形式からなっており、これは当時、トルコ軍学隊と呼ばれていたオーストリア軍学隊。すなわち、 ボヘミアを支配していたハプスブルク帝国を表しているという説を発表している。ありがとうございます。